は城の頭。ああ、久しぶりだな。一、いつ出てきたんだ。俺の出所なんて気にもしてないでしょ。いじけたこと抜かすなよ。頼りの一つでもくれりゃ向かいの一人ぐらい出してやってたぜ。特別にな。近江の大門ぶら下げた人間の出迎えなんていらねえっすよ。親父にくっついて近江に寝返ったんすか。寝返る。おいおい、やめてくれよ。このご時世当たり前の身の振り方をしただけさ。それにしても一、たとえ登場会が残ってたとしても誰もお前の迎えには行かねえってことぐらいわかるだろう。忘れてねえよな、てめえが絶縁された身だってことをよ。俺は迎えのことなんて何とも思っちゃいませんよ。絶縁のことだって忘れちゃいません。じゃあなんだ、金でもせびりに来たか。ずいぶんな言いようですね。俺が誰の身代わりで18年も臭い飯食ったか分かってんすか。十分分かってるぞ。分かってねえのはてめえの方だ。何？今夜は親父にとって大切な席だ。ことを荒立てて台無しにしたくねえ。自分で決めろ。おとなしく帰るか、ここで殺されるか。その扉開けて親父に会います。昔からてめえのふぬけ面見るたびにいつかぶっ殺してやるって思ったもんだ。偶然っすね。俺も頭に殴られるたびに同じこと考えてましたよ。それなら18年越しに叶えるとしようか。お互いの夢をな。負けても文句は言わんでくださいよ、頭。ああ、ぶっ殺してやるぞ。俺の番だな。とっておきだ。見せてやるよ。うきゃ。よし、いざ。喧嘩も遅えのか。とっておきだ。見せてやるよ。行くぜ。女のはどうだ。死ねえ。俺の番だな。とっておきだ。見せてやれよ。よし、取っておきだ。見せてやれよ。俺の番だな。取っておきだ。見せてやれよ。おいおい、その程度かよ。よし、行くぞ。取っておきだ。見せてやれよ。ほら来いよ。頭の気配が変わった。それにあの構え、警戒した方がいいな。俺の番だな。早く来いよ。おう、どうした。これでなめんなよ。しんどいな。とっておきだ。見せてやるよ。立て直さねえと。とっておきだ。見せてやるよ。ちょっとしんどいな。回復だ。立て直さねえと。とっておきだ。見せてやるよ。元に戻った。よし、行くぞ。とっておきだ。見せてやるよ。
っておきだ。見せてやるよ。よし、行くぞ。とっておきだ。見せてやるよ。よっしゃ、勝ちだ。よっしゃ。覚悟できてんのか。その扉を開けたら二度と引き返せねえ。一、お前にその覚悟があんのか。18年、俺はこの扉開けるために18年我慢したんだ。おやつさん、どなたかね。これは失敬、私宛ての客人です。やっぱり来たが、やっぱりな。お前だけは裏切らねえな。おやつさん、聞いてください。どうして。こんな日にトラブルですかな。いえ、トラブルではありません。心配なさらず。おやっさん、すべては予定通りです。すまねえな、一、死んでくれ。